こんにちは、ヒヨンです。顔がピッカチカなんですけど、今回はですね、久しぶりにヒヨンと一緒に筋トレをしよう動画になります。ずっと前にヒヨンと一緒にできる筋トレ動画を配信させていただいたんですけど、結構コメントとかで辛かったとか大変だったっていう声を聞いたので、ダイエットは明日からって決心したみんなでもできるような筋トレをやってみました。なので前の動画よりはちょっと優しめだと思うんですけど、つぶこぶ言ったんですけど始めますか。それではスタート。今回は筋トレ動画で、ちょっと優しめのバージョンになります。なので、今回の動画が結構余裕だよっていう方はちょっと回数を増やしてあげたり、最初にヒヨンが配信した動画を一緒に見ながらちょっと組み合わせながらやっていただけると嬉しいなって思います。で、前回もそうだったんですけど、完全にヒヨンの自己流というか、ヒヨンがトレーナーとかの資格もないので、自分が普段やってる筋トレをちょっと組み合わせてみたので、こちらをご了承ください。それではスタート。いい。まず一つ目は美尻への近道運動になります。これは前の動画でもやっていたんですが、今回の美尻への近道運動はかかとだけで体重を支えてやります。この時のポイントは、お尻を思いっきり上げてあげることと、太ももの内側に力を入れてあげることです。この運動はテレビを見ながらでもできるし、寝転んでる時にパッと思いついたらすぐできるので、ヒヨンは一日のうちお家にいる時は結構何回もやってあげてる運動になります。最後の1回はお尻を上げたまま10秒キープします。この時にお尻にキュッと力を入れてあげてするのがポイントです。お疲れ様です。10秒お休みをします。筋トレをするときは結構辛いとかネガティブなことは考えず、そこら辺は無心になってやります。2つ目、こちらも美尻への近道運動になるんですけど、今回はかかとを上げてからやってあげます。これも20回。とにかくお尻を高く上げるのがポイントです。そしてお尻をキュッと力を入れる。筋トレをするときはどこの筋肉を使ってあげてるのか意識すると、そこの筋肉に集中がいくので、ヒヨンは筋トレをするときそれを意識しながらやってます。ファイティン。頑張れ。ファイティン。一緒に頑張りましょう。そしてこれも一つ目の筋トレと同じように、最後の1回は10秒キープをしてあげます。最後の力を振り絞って10秒キープ。今回は1回ずつだったんですけど、まだまだ余裕があるよっていう方はこれを2セット3セットしてあげるととってもいいと思います。勢いでやるんじゃなくて、なるべく自分の背筋の力だけで上がれるようにします。高く上がるのが大切なんじゃなくて、自分の力で上半身を上げてあげるっていうことがポイントです。はい、4つ目はうつ伏せ美尻になります。この時にただ足を上げるんじゃなくて、足の付け根から上に上げてあげることがポイントです。そしたら3番と4番の筋トレをもう1セットずつやってあげます。多分これはそんなにきつくはないので、あんまりお休みを入れずにすぐにやってあげるといいと思います。この背筋が全然余裕だよっていう方は、手を前に伸ばしながらやってあげるといいかもしれないです。10回終わったら5秒お休みをします。3、2、1。はい、
お疲れ様です。5秒休憩をします。これはさっきの3番と4番を組み合わせたものです。この時手先と足先を誰かに引っ張られているような感覚を意識してやってあげると良いです。お疲れ様です。きっとみんなも今のフィヨンみたいにカエルみたいな状態になってるかもしれないんですけど、残り半分ですね。頑張りましょう。見ての通りヒヨンの顔が筋肉以外何も考えず無心である状態がすごくわかる顔をしてると思います。内ももを意識して1、2、3、4、5、左右やるときにさっきも言ったんですけど、あまり辛くはないのでお休みを入れずに流れでやってしまいます。内ももです。内ももの筋肉を意識。ファイティン。お疲れ様です。筋トレあるあるなのかヒヨンだけなのかわからないんですけど、筋トレしてるとすごく眠くなるというか、あくびが出るのありませんか？ヒヨンだけなのかな。この時のポイントはお腹だけに意識を浮かせて、足とかは何も考えずお腹、とにかくお腹です。この腹筋は上まで上がってるわけじゃないので腰が痛くなったりすることもないし、結構みんなも楽勝にできる筋トレなんじゃないかなって思います。この筋トレも寝転んでる時とか気づいた時にパッとやってあげられるのですごくおすすめです。はい、次にクロスちょんちょん腹筋になります。これは見ての通り上半身をねじってあげる腹筋になるんですけど、これでくびれができるように念じながら費用をたくさんやっております。ポイントは上半身をしっかりねじってあげることと、できればこういうふうに足を浮かせてやってあげると良いです。バランス取ることが少し難しい場合は足先だけつけてやってあげるのもいいと思います。とにかくねじる、ねじりまくってください。以前の通りヒヨンも回数を重ねるごとにちょっと体勢が沈んできちゃってるんですけど、できれば沈まないようにしてやってあげると良いですね。無理をして深く腕を曲げてしまうと肘に負担がかかってしまうので、そこは自分のペースに合わせて曲げてあげるといいと思います。なのでヒヨンもそんなに深くは曲げてないです。二の腕は露出が増えてくる季節になるとすごく気になる部分でもあるので、ヒヨンは他の筋トレよりも少し多めにいつもしてあげてます。春夏可愛くお洋服を着れるように皆さんも頑張りましょう。ファイティン。これが終われば今回の腹筋の終了です。お疲れ様です。今回の筋トレメニューはこれで全部終わりになります。終わったら少しストレッチをしてあげたり、ちょっと筋肉が張ってる部分をほぐしてあげるとメンテナンスとして良いと思います。本当に皆さんお疲れ様です。はい、って感じでいかがでしたか？
前よりは回数も少なかったし、筋トレのメニューもちょっと少なかったのかなって思うので、結構たくさんの方が挑戦しやすい筋トレになってるんじゃないかなって思います。まあ、ヒヨンはいつもこの筋トレをした後に、最近ね、プロテインをしっかり飲んでいて、いいボディになるように頑張っております。って感じで、この動画が楽しかったり、おヒヨンと筋トレこれから頑張ろうって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。그럼안녕